はい、こちらエルコムさんから出ているオフトコバックパックハイグレード L サイズですね。はい、こんにちは、ピアノレスナーのゆうきです。最近ですね、こちらの MacBook Pro 16インチを買ったんですよね。で、最近はいろいろ自粛とかで基本的には家にいて、こちらの MacBook で動画編集とか、まあ YouTube 毎日投稿のためにいろいろ作業をしてたんですね。それで、私普段ピアノ講師なんですけれども、そろそろ所属している音楽教室のレッスンが再開しそうなんですよね。まあそれ以外にも、いろいろ外に出歩くことってこれから前より増えていくと思うんですよね。で、そうなった時に、今までのバッグ、まあこちらのトートバッグを使ってたんですけれど、まあこれまで私ってパソコンは持ち歩いてなかったですし、iPad Pro の11インチをこちらに入れるぐらいで、まあこれで十分普段の持ち運びはこと足りていたって感じなんですけれど、まあちょっとこれ MacBook Pro 16インチこれをこのトートバッグに入れるのは、まあそもそもサイズ合ってないです。もうギリギリって感じですし、これパソコンを守ってくれるようなクッション性とかないので、うまく入るリュックサックとかないかなっていうふうに探していたんですよね。はい、ということで、はい、こちらですね。はい、こちらエレコムさんから出ているオフトコバックパックハイグレード L サイズですね。いわゆるカメラバッグってやつですね。こちらが大容量で、私の16インチの MacBook も入りそうだと思ったので購入しました。ちょっとこの商品説明読んでみましょうか。撮影旅行にも持ち出せる大容量かつ最高の機能性、オフトコのカジュアルさをそのままに、さらに高い機能性を備えたハイグレードのリニューアルモデル。機材をたっぷり収納可能でありながら、チェスト、ヒップベルトや背面クッションで重さをぐっと軽減、旅行などにもぴったりな大型サイズです。はい、ということで、とにかくかなり大容量というリュックサックですね。大容量ということで、パソコンが公式では 15.6 インチまで入るということなんです。 MacBook Pro は16インチなのでちょっと厳しいかなって一瞬思ったんですけれど、そもそも MacBook って16インチの画面の割には他のパソコンよりも一回り小さいですし、パソコン自体が薄いですよね。サイズ的に MacBook しっかり収まりそうだったので、こちらちょうどいいなと思って購入しました。はい、ではこちらに MacBook Pro 16インチが入るのか検証してみましょう。パソコンは後ろのポケット、こちらですね、ここに入るみたいですね。これ背面とあと前面があるので、後ろのこのポケットですね、ここにパソコンが入るということですね。はい、では早速入れていきましょう。はい、MacBook Pro 16インチ、はい、こちら入るのかってことですよね。はい、いいですね、しっかりこれ入ってます。上はみ出ることも横も全然キツキツじゃないですね。結構余裕があります。はい、こんな感じで作りがしっかりしているので、もう本当に安心感ありますね。後ろのこの背面がこういう風にクッション性になっているので、パソコンを守ってくれる感じで安心ですよね。中のこの素材も結構しっかりしているので、かなりパソコンしっかり守ってくれそうな感じです。はい、これ良かったですね、本当にもうこれだけで私満足です。他にもちょっと紹介したいと思うんですが、一度ちょっとパソコンは取り出します。はい、ということで、これポケットの数、とにかくこれ大容量ですごいですよね。背面の、これもそうですし、パソコンがここ奥まで入って、その前面こうやってここ開きますよね。こここれも一番奥までは入らないんですけれど、いろいろパソコンのアクセサリー類とかここに入れるのもありだと思いますね。そして今背面だったので、次はこの真ん中ですかね、真ん中開けてみましょう。はい、真ん中開けるとこういう風になっていて、2基質構造っていうのになってるんですよね。これこことここで層が分かれてるんですよね。つまりここからなんか出せるんですよ、これちょっとインナーバッグ、これカメラバッグですね。このカメラバッグが入ってるんですよね。例えばここにカメラを入れていたら、カメラのシャッターチャンスがあったらすぐに横をこうやって開いて、もうカメラを取り出して、パシャって撮れるみたいな、動画撮影開始できるみたいな、すごいこれ機能性高いですよね。これインナーのカメラバッグなんですけれど、仕切りがこういう風にあって、こんな感じですね。で、使わない時はこれは家に置いといて、
ここを開いたままにして使うっていうことができますね。まあ私は多分この感じで楽譜をここに入れて持ち運びするんだと思います。ちょっと楽譜入れてみましょうか。はい、こちらの楽譜を、はい、まあこんな感じですね。まあ楽譜を持ち運ぶときはこれ一つの部屋として使うのがいいと思います。あとはですね、これここの上部いろいろこうやってさらにポケットがいろいろあるので、ここになんかイヤホンとか充電器、まあティッシュケースとか、まあ、そういう細々としたものここに入れることができますね。はい、で前面ですね、前面はポケットが2つついてます。はい、1つ目、これかなり大容量です、ね、ここにかなり入りそうですよね。ちなみに iPad ここの前面にギリ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 入らない感じですね。で、あの着脱式のポーチとかもついてますね。ここですね、 SD カードとかそういった細々としたものここに入れるといいと思います。で、この下のところですね、これ開けると、はい、なんとレインカバーがついてます。これで突然の雨の時も安心ですね。これかぶせて、はい、こんな感じで、まあ、雨の時もしっかりパソコンとか楽譜とか守ってくれそうですよね。そもそもこちら撥水加工になってますし、まあ、水に結構強いと思います。そして、まあ、結構頑丈な作りになってると思いますね。あとはキャリーバッグに固定できるこういったキャリーバッグのベルトがついてます。ほんと多機能で使いやすそうですよね。で、私あの青色が基本的に結構好きなんですよね。で、こちらのネイビーデザイン結構いいなと思ってこちら購入しました。なんかいい感じですよね。はい、こんな感じです。ちょっと MacBook 入れて背負ってみましょうか。はい、これ MacBook 入ってます。はい、いいですね、とっても背負いやすいです。はい、ということで今回はエレコムさんから出ているオフトコカメラバッグのハイグレード L サイズのご紹介でした。だいたいネットショップでも結構今1万円くらいを切るぐらいで買えると思います。まあ、でこれあの公式では 15.6 インチまでのパソコンまで収納可能となってます。まあ、MacBook の16インチでしたら結構パソコン自体がスリムなので、私が検証した結果 MacBook Pro の16インチはこのリュックサックには入るということでした。はい、ということで今回はこちらのリュックサックのオフトコのリュックサックの紹介でした。はい、よければ高評価ボタンやコメントなどいただけますと励みになります。それではご視聴ありがとうございました。